ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は国鉄線午後大事故の一つ、紫雲丸事故について紹介していくぜ。なんか事故の名前に聞き覚えがあるような。実は以前の動画で名前だけ紹介した事故なんだ。なるほどね。どの動画だったかしら。京北中学校水難事故だな。三重県の京北中学校で実施された水泳訓練中に離岸流が発生。突如として100名近くの女子生徒たちが一斉に溺れて、36名が亡くなってしまった事故だぜ。あ、思い出したわ。京北中学校水難事故、と同時期に起きた紫雲丸事故、で多数の生徒児童が溺れて亡くなってしまったから。全国の小中学校にプールが設置されたり、義務教育で水泳の授業が必修になったのよね。ああ、よく覚えていたな。ということは、今回の事故もたくさんの児童が亡くなってしまったの。ああ、残念ながら多くの幼い命が失われてしまったぜ。それは辛いわね。一体どんな事故だったの？紫雲丸事故は、1950から55年にかけて日本国有鉄道、通称国鉄が所有していた本州四国間を運行する高連絡船紫雲丸が起こした5つの事故を指すぜ。5年間の短い期間の中で、5回も事故を起こしたの。ああ。とりわけ、最も多くの被害者を出した5回目の事故を指して、競技の意味で紫雲丸事故、と呼んだりもするな。一体、何が起きたっていうのよ。では、一つ目の事故から順番に紹介していくぜ。よろしくお願いするわ。と、その前に、今回の事故が起こるに至った時代背景について、簡単に紹介させてもらうぜ。1950から1955年ってことは、第二次世界大戦が終わって高度経済成長期に片足を突っ込んでる頃かしら。そうだな。終戦直後こそ食糧危機などの影響で経済状況は危ぶまれていたんだが、1950年に韓国、北朝鮮の間で朝鮮戦争が勃発すると、在韓米軍や在日米軍が日本に物資やサービスの発注を大量に行って好景気に転換したんだ。いわゆる朝鮮特需。ってやつだな。戦争しなきゃいけないから、そのために必要なものとかサービスをアメリカが大量に買ってくれて景気が良くなったのね。そういうことだ。そんな戦争復興後の好景気の中で物やサービスを売るときに大事になってくるのが、大量の人、物をどうやって運ぶのか、ということだな。とりわけ苦労したのが、本州四国間などの陸続きではない区間だ。瀬戸内海があるから、線路を一本敷いて、一気に長距離の大量輸送。みたいなことができないもんね。本州と四国の間で荷物や人を運ぶときはどうしていたの？当初は貨物列車で運んだ人や荷物を連絡船に乗せて瀬戸内海を渡り、向こうの港で荷物を下ろして、また貨物列車に乗せて運ぶというやり方だったぜ。貨物列車から連絡船、連絡船からまた貨物列車。なんだか効率が悪い気がするわね。そうだな。いちいち乗り換えの手間を挟んでしまうと、その分の時間や手間、そこに割く人員のロスが発生する。そこで貨物列車ごと連絡船に乗せて運んでしまう、という方法が生まれたんだ。これが鉄道連絡船、だ。確かにそれなら、船から鉄道、の荷物の乗り換えが必要なくなるわね。効率が良さそうだわ。こうして作られた鉄道連絡船なんだが、戦争特需によって輸送需要が爆発的に増えた裏側で、輸送本数の増加に追われて、安全対策などはおざなりなままだったぜ。運ぶものが増えすぎて安全面まで手が回らなかったのね。そんな感じだ。こんな感じでおざなりになっていた安全対策が100人以上の死者を出す大事故を引き起こした。それが国鉄線午後大事故の背景だな。さて、事故そのものに話を戻すぜ。1回目の事故が起きたのは、1950年3月25日だ。先ほども説明した通り、紫雲丸は宇高連絡船だったんだが、宇高っていうのは岡山県にある宇野港と香川県にある高松港のそれぞれの頭文字を取った宇高から来てる名前だ。宇高連絡船は本州と四国の要所である航路を行き来する、めちゃくちゃ重要な国鉄の連絡船だぜ。当時は陸路も今ほどには行き届いていなかったし、そもそも瀬戸大橋もなかったから、船でしか行き来できなかったんだ。なるほどね。で、その紫雲丸が1950年3月に同じく宇高連絡船であった和舟丸と衝突してしまう。この衝撃で紫雲丸は横転して、その後に沈没。乗組員72人のうち、7人が亡くなってしまったぜ。ひぃ。
どうして衝突してしまったの？直接の原因は、今と違って事故対策がしっかりしていなかったとか、職員の注意不足とかなんだが、そもそも大前提として、瀬戸内海は狭いし、小さな島なんかも多いからな。春先から梅雨の時期にかけては霧が発生して視界も悪くなるし、ナルトの渦潮で知られるように潮流が激しかったりするから、そんな場所で過密航路が発生したら、むしろ事故を起こさない方が難しいぜ。ナルトの渦潮は世界一の大きさって言われてるもんね。そうだな。最大で直径20から30メートルくらいになるぜ。瀬戸内海は日本一海難事故が多い、という話もあるほどだ。で、その事故の1年後、1951年8月に再び衝突事故が発生する。事故の危険があるならあるで、せめて対策とかはなかったのかしら。2回目の事故の後、衝突を回避するためのレーダーが設置されたぜ。でも、あと3回事故が起こるんでしょ？ああ、そうだな。3回目の事故は翌1952年の4月に起こったぜ。また他の船にぶつかったの。いや、波の勢いを弱めるために置かれている、ステーシ、という石に接触してしまったんだ。この後、接触対策としてジャイロコンパスを取り付けることになったぜ。そして4回目の事故は、同年の1952年9月に発生。これは他の船との接触事故だな。いくらなんでも事故が多すぎるわよ。しかし、こう言ってはなんだが、5回目の事故はそれまでの4回の事故の比じゃないくらいに大きな被害を生み出してしまうんだ。先ほども少し話したんだが、国鉄戦後5大事故の一つとして名を連ねるくらいだからな。国鉄戦後5大事故。日本国有鉄道が起こした100名以上の死者を出した5つの人災事故だ。この頃は高まる輸送需要に対応するあまり安全対策がおざなりになっていて、事故も多かったぜ。悲惨な事故が5つも起きたのね。そういうことだ。そして、その一つがこの5回目の紫雲丸事故だ。一体どんな経緯でそんな大事故が起きたのよ。では、事故当日の朝からの流れを紹介するぜ。1955年5月11日の午前6時10分頃、国鉄の鉄道連絡船第三宇高丸が、岡山県宇野港から出港した。事故当日は瀬戸内海沿岸の海上では濃霧警報が出され、視界が50メートル以下になる見込みもあったんだが、50メートル先も見えないほどの濃霧。それ、船を出している場合じゃないでしょ。だが、第三宇高丸の出港時点では、霧も風もなく穏やかな海峡だったんだ。このため、第三宇高丸は定刻通りに出港するんだが、次第に霧によって視界が狭まっていったぜ。死亡フラグがすごいわね。一方の、紫雲丸は、香川県高松港を午前6時40分に出港したぜ。出港前、紫雲丸の無線係が局地的に濃霧が発生する恐れがあること、視界が50メートル以下になる見込みがあることを報告して、船長まで伝えられたんだが、船長は問題ないと判断、出港を決定したぜ。どう見ても問題ある気がするけど、船長の判断としては、前提として春に瀬戸内海で霧が発生することは珍しいことではない、こと、そして当時の基準として、桟橋から防波堤の灯台が見えない時は出港を見合わせる、という申し合わせ事項があったんだが、この日は問題なく灯台が確認できたから、出港に至ったぜ。当時の基準ではセーフだったのね。そういうことだ。この第三宇高丸と紫雲丸は濃霧の影響で、お互いの姿が目視できない状態だったんだが、無敵を鳴らしたり、レーダーを確認したりすることで、互いの位置関係などは把握していたぜ。その上で、海上衝突予防法などを参照して進路を取っていたので、本来なら衝突するはずはなかったんだが。だが、午前6時56分、第三宇高丸の左舷30度100メートル前方の位置で、紫雲丸が突如として左に回転してしまったんだ。道路で例えるなら、対向車が突然向きを変えて、こっちの車線上に割り込んできたような状態だな。え、それは怖すぎるわね。めちゃくちゃヤバい状況だぜ。車は急には止まれないが、船は車以上に急に止まれないからな。どうして紫雲丸は突然左に回転してしまったの？それが未だに原因は不明なんだ。紫雲丸の船長はこの事故で亡くなっているからな。ええ。回転した紫雲丸の姿を見た第三宇高丸の船長は、慌てて進路を変更しようとしたぜ。だが時すでに遅し、第三宇高丸の船首が紫雲丸の船尾付近に激突したぜ。ひぃ。この衝突によって電源装置などが爆発。また紫雲丸の船体には大きな穴が開き、凄まじい勢いで浸水が開始したぜ。
終わりの始まりだわ。濃霧の瀬戸内海で衝突事故を起こした第三宇航丸と紫雲丸の動きについてだが、まず第三宇航丸の船長の判断は迅速だったぜ。判断が迅速？こういった衝突事故によって片方の船首がもう一方の船体に突き刺さったような状態だと、衝突後に船体が離れてしまうことで、その事故穴から急速に浸水してあっという間に転覆してしまうんだ。なるほど。人間で言うと、包丁とかで刺された時に下手に包丁を抜いてしまうと傷口が広がって出血も激しくなるから、できる限り刺さったままの状態で動かず救急車の到着を待て、っていうだろ。あれと似たようなものだな。確かに聞いたことあるわね。そこで、第三宇航丸の船長は、船員に対して全速直進を指示した。つまり、船首を紫雲丸の事故穴から離れないように押し付けることで事故穴を塞いで浸水を遅らせようとしたんだ。とっさの起点が効いていたのね。さらに、紫雲丸から第三宇航丸に乗り移ってくる乗客の手助けをするなど、救助作業に奔走していたぜ。一方の紫雲丸の船長だが。だが、あんまり良い予感がしないわね。紫雲丸の船長は、衝突直後に船員たちに指示を出すことなく、損傷箇所の確認のためにブリッジを立ち去ってしまったぜ。そして、すれ違った船員に対して、やった、と意味不明の発言をして、最後まで船員に何の指示も与えないまま、それ以降はブリッジに留まって動かなかったんだ。緊急時に責任を取って全体の指揮を取るのが船長の役目なのに、そして衝突から数分後、乗務員の懸命な作業も虚しく、紫雲丸は横転して沈没してしまう。紫雲丸の船長はブリッジに自ら留まって、船と共に海中へと沈んでいったぜ。そんな、思うところもあったんだろうな。被害状況についてだが、今回の事故での死者数は168人に上ったぜ。うち2人は亡くなった船長と紫雲丸関係者だ。そして一般乗客が58人、児童100人を含む修学旅行関係者が108人、その他122人の負傷者が出ているぜ。本当にすごい数ね。でもなんで児童の被害者がこんなに多いのかしら？事故直後、事態の深刻さを理解した大人たちは次々と紫雲丸から第三宇航丸へ避難したんだが、その一方、児童たちの多くは船内に留まってしまったんだ。まだ子供だし、緊急時にどうしていいのかわからなかったのかしら。まあそれもあるんだが、これにはいろんな要素が絡み合っているぜ。まず紫雲丸の状況で言うと、事故時に電源装置が爆発していたせいで、すべての電源が落ちて船内が暗闇になってしまったんだ。そのため、乗客はパニックになったぜ。そんな状況じゃパニックになるのも仕方ないわ。そんな中、体力のない幼い児童が押しやられるような形で取り残されてしまったぜ。ちなみに亡くなった児童の約8割が女子だったんだ。ええ。この児童たちは修学旅行の帰りだったから、家族への大切なお土産を守ろうと部屋に戻った子なんかもいたぜ。ご家族の方からしたら、それを聞くのは辛いわね。あとは、救命胴衣の収納庫が子供の手の届かない位置だったとか、子供たちは救命胴衣の使い方が難しくてわからなかったとか、いろいろな問題が起きてしまったぜ。緊急時の備品はしっかり用意されてたけど、大人じゃないと使いこなせなかったのね。そういうことだな。この修学旅行生を引率していた教員の中に、一度は第三宇航丸に避難したものの、逃げ遅れた子供を助けるために再び沈みかけの紫雲丸へと戻っていって、そのまま亡くなった方もいるぜ。大事な生徒を放っておけなかったんだね。そんな混乱の最中、ある新聞社のカメラマンが助けを求める乗客の混沌とした様子を撮影して、当時の船内の様子が新聞や週刊誌に掲載されたんだが。だが、事故の悲惨さが伝えられると、撮影する暇があるなら一人でも子供を助けるべき、と批判が集中、人命救助と報道に関する論争が起きたぜ。なんか、そういう世界的に有名な写真の話があったわよね。ハゲワシと少女、の写真だな。飢えに苦しむ痩せ細ったアフリカの少女を、ハゲワシがじっと見つめている有名な写真だぜ。この写真を撮影した写真家は、ピューリッツァー賞という世界的に名高い賞を受賞したんだが、苦しむ少女を前にして助けるどころか写真を撮るだなんて、やってることはハゲワシと同じだ、と非難されたんだ。なるほど。一応この写真家は、写真を撮ってすぐにハゲワシを追い払って、少女が国連の食料配給施設へ向かうのに付き添ったりしたんだ。しかしその後、この写真家は自ら命を絶ってしまったぜ。そうだったの？報道か人命か難しい問題ね。そうだな。
話を事故に戻すと、たまたま近くに居合わせた地元の漁師の方が衝突音を聞きつけてすぐさま現場に駆けつけて、救護活動の手助けをしたぜ。小舟で遭難者を引き上げては第三宇港丸へと運んだりして、50人近くを救ったんだ。本当に素晴らしいことだわ。また、岡山県の婦人会に所属する85名の女性が同じく救助活動に参加したぜ。この女性たちは後に活動が評価されて文部省から表彰を受け取っているぜ。最後に事故のその後と、紫雲丸事故、が世間に及ぼした影響について見ていくぜ。まずは、今回の紫雲丸の沈没に関する海難審判だな。海には海のルールがあって、それに基づいた裁判が開かれるんだ。なるほどね。この審判によって、次のような裁決が下されたぜ。事故の原因は、漁船の船長の過失によって起きたものだ。どっちが悪いってことにはならなかったの？ああ。ノームなのにどっちもスピードを出しすぎていたことが原因とされたぜ。ノームとか航路が狭すぎだとかじゃなくて、あくまで船長同士の注意不足だったのね。そういうことだ。とりわけ紫雲丸側の運航に関しては、なぜか本来取るべきであった基準航路を取っていなかった。ノームでの運航中に必須となる目視による注意確認が必要なのに、紫雲丸の船長はレーダーの観測情報にしか目を向けてなかった。急に船を左に回転させた、など問題も多かったぜ。行政媒ではあるものの、どっちかというと紫雲丸の方に問題があるって感じね。そうなんだが、肝心の紫雲丸船長が亡くなっているせいで、どうしてこんな航行を行ったのかについては未だに不明なままだぜ。特に左回転した理由、については最大の謎だぜ。それがなければ事故も起きなかっただろうしね。理由が気になるわ。あとは冒頭でも触れた、義務教育での水泳の必修化だな。同年7月に起きた、京北中学校水難事件、と合わせて、多くの児童生徒が溺れて死亡したという悲惨な事故を受けて、全国の小中学校にプールが設置されて、体育での水泳が必修になったぜ。なるほどね。あとは世間の国鉄に向ける視線が一層厳しいものになって、当時の国鉄総裁が引責辞任しているな。一番偉い人が責任取って辞めたのね。そういうことだ。その後、国鉄は徹底した安全対策に乗り出すことになるんだが、それが功を奏して、1983年に過去10年間、責任事故による旅客の死者なし、という世界的にも類を見ないほどの記録を打ち立てているぜ。ちゃんと教訓を生かしているのね。そうだな。あとはこの事故以降、停戦勧告基準、が強化されたぜ。停戦勧告が出されたら、その間出航しないのはもちろん、すでに出航してしまっている船もその場に怒りを下ろして勧告が解除されるまで航行できなくなるぜ。そんな仕組みがあるのね。初めて聞いたわ。これを正式に発令しているのは、全国でも宇野港、高松港だけと言われてるぜ。それはやっぱり、この紫雲丸事故、があったからかしら。そうだな。この停戦勧告の基準強化によって、宇港連絡船では一切人身事故は発生しなくなったんだが、それと引き換えに問題が一つ起きてしまったぜ。問題？ノームの激しい時期などは停戦勧告が相次いで、輸送上の障害になってしまったんだ。また、100人以上の犠牲者を出した船舶事故が起きた海、というトラウマが関係者や近隣住民の記憶にも根強く残ってしまっていたこともあって、本州と四国を陸路で繋ぐべきだ、という声が大きくなった結果、瀬戸大橋、が建設されることになったぜ。瀬戸大橋って、紫雲丸事故、がきっかけでできたってこと？いや、もともと陸路の必要性は提唱されてはいたんだ。ただ、今回の紫雲丸事故を受けて、その必要性を訴える声がさらに大きくなったぜ。きっかけというより、計画を促進させたってことね。ああ。だが瀬戸大橋の建設は四国の観光や経済にとって大きな恩恵となった一方で、若者の本州への流出を加速させることにもなったぜ。影響は一長一短だったのね。また、この前年に起きたもう一つの国鉄戦後五大事故、とされる洞爺丸事故、という海難事故があったんだが、それと合わせて連絡船の船体構造の全面的な見直しが実施されることになったぜ。具体的には何が見直されたの？鉄道の客車、つまり旅客用の車両を連絡船で構想することが完全に中止されたぜ。加えて、宇港間の上りと下りの航路が完全に分断されることになったんだ。そもそも最初から分断しておけば、衝突事故も起きなかったのに。そう簡単なことじゃないぜ。おそらくだが、
最短距離を結んだから上下航路をわざわざ分断するってことは、遠回りになるってことだ。燃費もかさむし、時間もかかる。それはそれで問題だぜ。確かに立場によって意見は変わりそうね。他にも細かな影響は数多くあるんだが、主な影響は以上だぜ。最後に、紫雲丸のその後だが、それまでの紫雲丸という名前から、瀬戸丸と改名して1966年まで現役で運航を続けたんだ。事故を起こした船の名前って、なんか縁起が悪く感じちゃうものね。それもあるかもしれないな。紫雲丸のそもそもの名前の由来は、高松市にある紫雲山から取って命名したものだったんだ。紫雲山、紫雲ってどういう意味かしら？紫雲のそもそもの意味は、仏教における来号、すなわち死んだ人を仏様が迎えに来た時に、仏様が乗っている雲の名前だぜ。え、ちょっと縁起が悪いわね。命名当初から、船の名前に紫雲はどうなのか、という声もあったんだ。そして、宇高連絡船自体も1988年の瀬戸大橋開通によって廃止されることになるぜ。悲惨な事故だっただけに、やっぱりいろんなところに影響を及ぼしているわね。そうだな。今後は、こういった悲惨な事故が起きないことを祈るばかりだぜ。それじゃあ、今回の話はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事件や事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。